ガレー船。ガレー船、ガレー船は、主として人力で海、海、オールを漕いで進む軍艦。古代に出現し、地形が複雑で風向きの安定しない、地中海やバールト海では19世紀初頭まで使用された。正確にはガレーであり、この語だけで船であることも意味しているが、この語が一般的でない日本では、船を伏して呼ばれることが多い。 ガレー船の特徴は両限に数多く備えられた回である。風力を利用する小舟と比べると、人力による火事焦げは非力であり、また持続力の面でも劣るので、長距離の航行には限界があるものの、微風時や逆風に見舞われた場合もある。程度自由に航行することが可能であった。このことは、風が大西洋に比べて弱く、また、 不安定な地中海では重要な要素であり、この地域でガレー船が発達する要因であった。さらに、急な加速、減速、回答を行うような運動性においては帆に勝っており、小ぎ手を次々に交代させることである程度の後続力は得られるため、海上での戦闘に有利で、ガレー船のほとんどは、軍船として用いられた。船体は、同時代の帆船と比べて細長い。また、 喫水が浅く、減速も低いことから、穏やかな海や、水深の浅い海での高い機動性を得た反面、高天時には、航行能力が急激に低下し、また、積載容量が少ない一方で、乗員、主として、小ぎ手の数が多く、頻繁に寄港、補給を要するという欠点も併せ持っていた。こうしたことから、ガレー船は、高新量貿易などに用いられた以外ではっぱら、 軍用船として利用されている。ただし、小船に比べて数は少ないながら保も装備されており、これらは順風に恵まれている遠距離航海時に用いられた。初期は四角簿、スクエアセールだったが、14世紀頃、主にイタリアでマストやラティンセールと称される三角簿の改良が進むと、ガレー船にもより多くの帆が装備されるようになり、例えば、 ポルトガルからイングランドまでを無機構でこうやるといった長距離の航海が実現している。戦闘時には穂は焦げそうの邪魔になるので畳まれるか、場合によっては穂柱ごと切断してしまう。最も初期の船は個人もしくは数人でオール野海で漕いでいたが、大型化すると人力では限界があり、風力を利用する小船となった。小船が登場したのは、 紀元前3500年頃と考えられる。小舟はエネルギー効率が優れ乗員も少なくて済み、商船に適していた。しかし人力で航行するガレー船は小舟に比べてその機動性が優れ、多数の乗員が登場していることから海船に有利であり、紀元前3000年頃には最初のものが現れた。古代の海船は敵の船に自船を節限させて兵士を乗り込ませ、 白兵戦を行う戦法であったが、ガレー戦では兵士が小ぎ手を兼ねていたのである。初期のガレー戦は、甲板がなく、小ぎ手座は一段で一人が一本の回を担当する、ペンテコントール、ペンタコンター、ウニレームウニレメトモと呼ばれる形式であった。これは、戦隊の両側に二十五人ずつの小ぎ手が一列に並び、総計五十人であったことに由来するギリシャ語起源の名称である。 紀元前800年頃になると、軍船には、投石器や弓による射撃攻撃も行われたが、昇格という武装が施されるようになる。これは、船主の機水戦下に取り付けた格上の堅固な突起で、すれ違いざまに敵船の回をへし折って、機動性を奪ったり、横腹に箱を拝って沈没させる兵器である。これによって、海戦は、従来の白兵船から大きく、 様相を変え、ガレー線は速力を上げるため小木手座が二段になり、回も二本になった、ビレーム、ビレメに、ついで三段三本になった、トリレーム、トライリムすなわち三段回線へと発展した。三段になると、上段の回が、下のものに引っかかったりぶつかる恐れがあるので、上段部には線外に張り出した、線外回受けが設けられ、これによって、回の配置に柔軟性が生じ、後に、 様々な形式のガレー戦、主として、総種の数を増やしたものが発展する。小ギ手座を四段以上とすることは、技術的に難しく、トリレーム出現以降はもっぱら小ギ手の数を増やす、方向に進んだ。それまでは一本の回に一人の小ギ手が当てられたので、トリレームにおける一組の小ギ手数は三人であったが、カドリレーム、クアドライリムでは、 最上段の回を二人でこぐ、回を二本にして二人ずつでこぐ、さらに回を一本にして四人でこぐ、などの四人組の体制となる。さらに総始を増やし、キンクレーム、クイーンクエラムでは三段の内上段、中段の総始を二人にして五人一組とした。一層小ぎ手を増やして六人十二人、さらには十八人にも達した、カタマラン、カッタミランと呼ばれる、総動線も出現した。 さらに時代が下り、近世に入ると二段階線以上は建造されなくなる。これは、交代にも見えるが、当時の人材事情から来る時代の要請である。例えば、レパン島機械戦で、オーストリア港、ドンファンの機関を務めた、ラレアール、大き経洋艦級は四人小木のオール六十丁を備えた特大ガレー線であるが、これはすでに総主席の段数を増やすのを止め、 代わりに数人の小ギ手が一本の長大オールを漕ぐ、形式のスカロッチョ式を採用している。会にそれぞれ装種を当てた、センシール式の焦げ層が、小ギ手に一締みだれぬ、熟練の技を要求されたのに対し、この方式だとどんな未熟な装種でも使い物になる、利点を持つからである。小ギ手を自軍運ではなく、人材不足から奴隷や捕虜に担当させていた当時、この利点は、 無視できぬほど大きく、スカロッチョ式は16世紀半ばから主流となった。なお、ラ・レアールの全長は54メートル、全幅8.2メートル、オール含まず、日本マストにラテンセールを備え、武装は、選首廊に、カノン砲1門、カルバリン砲2門、セーカー砲2門、原則に旋回砲9門ずつ、計18門。速力は、 全力装掃除で7.5ノットを発揮した。ただし、どのが冷戦でも同じであるが、全力を発揮できるのは、小ぎ手が疲労困惑するまでの約30分程度が限界である。海やほど並び、重大な公開装置である火事に関しては、古代から中世にかけては、戦尾左右に据え付けられた原則だ。それ以降は、北方線の影響を受けて、流骨中心部に設けられた。 戦備田になる。ソーダに関しては火事にそれぞれ人員を配置する人力だったが、後にホイップスタッフを操る火事塚、テーラー式が導入された。なお、大部分のガレー船は18世紀頃に考案されたダリンの恩恵に預かる前、姿を消してしまったので、小舟と違ってダリン式のソーダ装置を持つ船は極めて少数派である。乗員の多数を占める小ギの労働条件は、 非常に厳しいものであった。そのため奴隷や捕虜が使用されたとの通念があるが、古代のガレー戦の小ギ手は一般に自由民であった。古代ギリシアの都市国家アテネにおいては、無産市民がその任に当たった。彼らは財産を持たないことから軍務に就くことができず、小ギ手の地位に甘んじていたが、ペルシア戦争中のサラミスの海戦に参加し、勝利に貢献したことから、 国政への参加が認められることとなった。その他に、ギリシアでは、メトイコイと呼ばれる、居留外国人も、兵役として、小ぎ手になった。中世イタリアの都市国家、特に、ベネツィア共和国において、ガレー船の小ぎ手は、人気のある職業であったが、これは自分に割り当てられた積載スペースを利用しての、公益活動が認められていたたであり、9金以上の利益。 副収入を期待できることによる。中世やルネサンス以降になると、囚人や捕虜を小切手とすることが多くなる。ヨーロッパにおける囚人の利用は、フランスなどの君主国家で、ガレー戦が量産された17世紀頃に顕著である。戦乱、艦隊の保持を好んだ王の通達で、裁判で、ガレー戦と刑衆となると判決を下された者が、この時期に非常に多い。 またイスラム圏においては、キリスト教徒の奴隷をこれに充てることも行われていた。囚人や捕虜をこぎ手とする場合、逃亡や反乱を防止するためにこぎ手は、鎖で手足を拘束されていた。逆に自由民をこぎ手としていた古代、ギリシアやベネツィアの場合は、場合によっては武器を持って相手方の船に切り込む、戦力として期待され、それを果たすこともあった。昇格や、 投石機や弓による射撃攻撃も行われたが、やはり白兵戦が海戦の主役であった。ローマ海軍では第一次ポエニ戦争において、異常戦闘用にコルウス、カラスと称される切り込み用の飛べ橋を艦首に有し、敵艦へ強行雪原後、スパイク付きの橋を下ろして船艦を固定。ここから武装兵を突入させる戦術を多用した。15世紀頃から、 昇格は、スタで、喫水線上に長く伸びた、突撃戦手にとって変わられる。これは敵を沈めるのではなく、体当たりで敵船を横転させる目的で備えられた。また、長く伸びた、突撃戦手の上は、切り込み時、敵船へと乗り込むための進撃路としても活用された。艦砲の導入については、本格的な導入は16世紀に入ってからとなった。構造上、 原則に配置可能なのはせいぜい旋回砲に過ぎず、大型砲は選手に備えられたが、スペース的に数は限られた。選手廊の中心線上に重砲。その左右に二から三門の警報が配されていることが多い。前方固定式で敵を正面に捉えねば、発砲の機会が訪れず、使い勝手は悪かった。ガレー戦がその頂点を迎えた象徴的な出来事は、 1571年のオスマン帝国とスペイン・ベネツィアなどの連合軍との間で戦われたレパントの海戦である。この戦いでは双方がガレー戦によって激戦を繰り広げた。17世紀に入ると交易量の増加や海軍増強のために船舶の需要が増大したが構造が複雑で建造費が高くガレーをこぐスイフの 調達が困難なガーではなく安価で運用にかかる人件費の安上がりな小舟にとって代わられた。ガレーは小舟と比べ下方を設置可能な空間と積載量の小ささ及び喫水の浅さによって火力と防御面で見劣りしたためガレーにとって小舟の火力と防御力は脅威となった。またガレー船は積載量が少なく長距離の航海に不適で風波の 荒い大西用などでは、航行困難のため交易や外洋航海には不向きであり、当期には地中海でも運用が不可能という欠点を抱えていた。地中海においても17世紀以後は徐々に小舟の使用が増加していったが、小舟はその特性上なぎの多い地中海ではガレイに劣る局面があるため、18世紀に入っても軍事利用されている。同様に沿岸防衛用として、 バルト海でも19世紀まで名脈を保っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。